生年代何が大事かというと、中盤はかなり制圧できるような、じゃあ元プロサッカー選手の村崎です。さあ今日は8人制の小学生年代に、まあ、おすすめのフォーメーションというのを教えて紹介していきたいと思います。で前の動画、僕の、ね、動画でも、フォーメーションの話したんですけど、8人制のね、241、じゃあこれがなんでおすすめかっていうね、話をしたんですけど、じゃあ今日はそのね、さらに横展開というかね、また別のフォーメーション僕ね、見つけちゃったというか、まあ、考えついて、まあ、自分のチームでも実践してるんですけど、じゃあなんで今日このフォーメーションを選んだかっていうのも含め、まあ、なんでこのフォーメーションがいいかなっていうのもやっぱり、みんなには紹介していきたいと思いますので、最後までのコーチ選手の子だったり、まあ、指導者の方だったりっていうのも、まあ、ぜひ参考にしていただければなと思います。じゃあ、そしたらやっていきましょう。じゃあまず8人制、僕が今回採用している、フォーメーションいきます。151、はい、なんで151っていうと、まあ、フォーメーションざっと見ていきましょう。キーパーがいて、まあ、1がいて、これがポイントなんですよね、実は。このこんな感じです。僕はこういう感じで151っていう感じで呼んでます。なんでこれがいいかというと、まあ、さっきも言うように、なんでこういうフォーメーション思いついたかというと、まあ、僕、小学生年代の時に全日本少年サッカー大会で優勝しました。まあ、先日ね、全日本少年サッカー大会の U12 の大会とか僕も見たんですけど、まあ、その時自分の時のよく思い出して、やっぱり僕ら当時採用してたのが、もう前の動画でも言ったんですけど、スイーパーっていう役割の人いました。なのでこの人ですよね、このスイーパー。やっぱこのスイーパーが、例えばボールが飛んできても、こういうスペースとかに飛んできても、これがこういうスペースに飛んできても、役割を決めてあげるから、やっぱこの選手はボールを拾う、カバーリングをするっていうことに特化してる選手ですね。だこういう選手がいれば、このスイーパーに置いてあげてボールを拾うっていう仕事を与えてあげる。そうすれば守備ではそこまで1枚にこれちょっと危険じゃないって思うかもしれないんですけど、実はこの人がボールに出た先の拾い役っていう感じなので、ボール拾ってくれますけど、ここの2枚はしっかり、多分相手チームフォーメーション331とか、まあ、232とかいろんなフォーメーション来ると思うんですけど、まあマークをつくっていう感じですよね。そしたら1人余りっていう感じで、やっぱりその対処カバーリングもできるし、まあこの人が抜かれても人へのカバーリングもできます。裏へのボールへの対処できるし、この人が仮に抜かれてもこの人がカバーに行くよっていうことで、まあ実はこの1枚守備に特化してる選手っていうのを置いたんです。なので僕の当時のチーム、ベルディのジュニアでもこういう選手いました。センターバックを2枚、僕の時は11人制だったんだけど、今8人制なんだけどね、センターバックが2枚並ぶんではなくて縦間隔っていうのをやりました。で僕今でも分析すると、そのフォーメーションでやっぱり強固な守備で、僕ら史上初の無失点優勝でこの大会を優勝したんですけど、まあ、それぐらい強固な守備を築けたっていうのを思い出して、あ、これ今のチーム、自分のチームでもいいんじゃないかなと思って、こういうのを生み出しました。大事なキーマンはこのスイーパーと呼ばれる、この守備に特化した選手っていうのを作りました。じゃあなんでこの中盤5枚にしたかっていうと、232でいいんじゃないと思ったんですけど、やっぱりこの小学生年代何が大事かというと、このエリアで能力が高い選手が1人2人いれば2枚でいい、まあ3枚でもいいんですけど、よりこのエリアで負けたくない布陣をしたいなら人数動いた方がいいんです。でプラスやっぱり僕のやるサッカーっていうのはボールを保持する、保持したいのに人がいない、保持したいのにやっぱりドリブルがなかなかできないとかっていうと、やっぱりこの3枚とかで守れないんですよ。ドリブル突破がなかなか好きじゃない選手がいっぱい多かったし、だからそれよりも人を抑えてあげて早く自分たちが展開できるような、フォーメーションというか人数与えてあげる。中盤5枚もいるのでパスコースいっぱいあるんですよ。こういうとこ5枚いると、実は中盤を厚くすることによって自分たちはボールを保持する時間がある。なのでこの5枚で配置は、まあ、いろいろ考えた方がいいと思いますけど、僕がベストだなって思うのがこの配置 2-3-2-3、 5人の中で横に5人一列並ぶんではなくて段をつけてあげるっていうのがすごいポイントです。なのでこれ見た感じだけど、中盤はかなり制圧できるような、なのでここの中盤で僕はアドバンテージを作りたくて5枚置きました。
で、まあ1枚。1枚はやっぱり何がいいかというと、やっぱこういうところに、やっぱ裏飛び出しやすいんですよ。2枚いるよりもシンプルやることがね、さっき言った逆です。裏に飛び出すならシンプルにこういうスペースも使います。けど、ポストプレイが使えないと、この選手に当てることできて、この選手がキープすることできないと、3枚や2枚の選手が攻撃に行くことって遅れます。やっぱこの選手に求められることっていうのは裏に飛び出すんですけど、しっかりボールをキープできることっていうのができないと、この151のフォーメーションっていうのがそもそも機能しません。なので、なかなかね、大胆、思い切ったことをやったと思うんですけど、まあ、このフォーメーションでめちゃくちゃ、フィットするというか、僕のチームではすごいフィットしてる。攻撃する選手、役割を与えてあげることっていうのがめちゃくちゃ大事。この241の時もそうだったんですけど、やっぱりフォーメーションによって役割があるので、指導者の方は、その役割、一人一人のポジションのとこで、どういうことをやればいいよと。じゃあ、プラスアルファこういうことができればいいよって言ってあげると、選手たちは、あ、プラスアルファやろうっていう気持ちもあるし、まあ、ここまででいいんだって言って、だけどここまでやればしっかりいいプレーができるよっていう基準も作ってあげるとすごい大事なことなので、ここの選手に対しては僕はカバーリングのことすごい言うし、ここの中盤の前に対して、特にここの2人はより守備面ね、実はこの変形ですよね、本当は。だからそういう役割を2枚でやってくれっていうことも言ってるので、まあこう2151ってやってるんですけど、まあ実はこういう役割とかっていうのもしっかり教えてます。プラスここの3枚は、331の中盤だったり、これでもいいですよ。こういう感じになってもいいですよ。1233、まあ、こういう感じになるで、形が変わりやすいフォーメーションっていうので、まあ、この151めちゃくちゃおすすめです。なのでやっぱりだけどこのポジションで大事なのがカバーリングの上手い選手。けどこの選手どういう選手がやったことか言ったら、また深掘りして言うと足が速い選手。みんな多分こっちに足が速い選手を置きたがると得点したいから。けど僕の場合こっちに足が速い選手を、なぜかというと裏のボール蹴られても対処できるから。守備しないとやっぱり点入られるともったいない、追いつくのにも点取らないとダメ。けど自分たちが1点決めればそれでも勝つ、まあ、より僕の考え方って結構イタリアに近いと思うんですけど、だけどやっぱりそう守備があったこそ自分たちの攻撃を発揮する。なのでここの特徴としては足が速い選手で、まあこの中盤の5枚はもういろんな組み合わせを試した方がいいと思います。逆にこのワントップで言うと、さっきも言ったように僕の場合はここは足絶対足が速いっていうわけでもないです。ポストプレーボールをキープできる選手であれば誰でもいいし、だけどここだね、151の重要なキーマンはここに足の速い選手を置きましょうっていうのがすごいポイントです。ね、多分普通の論理からとしては違う、逆を選ぶ方絶対多いと思う。なのでこの151で一番大事なのがここの選手です、ね、もちろん他の選手ももちろん重要だけど、特に僕が151で気にしてるのはこうスイーパーの選手。このフォーメーションの意図を理解して、まあ、選手の配置をしていくっていうのはすごい大事です。やっぱ指導者の方っていうのはそうやって考えながらフォーメーションを決めてあげる、まあ、形の中で選手をこうやってはめるのもすごい大事ですし、やっぱり選手の特性を見て、どこに配置した方がこのチームは機能するのかなっていう考えるのもすごい大事なので、考えながら僕もこれ最近自分の経験談を思い出してこの方が合ってるかな。前までは241っていうフォーメーションやってたんですけど、まあ、それよりもさらにチームが安定したかなっていうイメージがあったので、常にアイデアに対して、まあ、満足するんじゃなくて、やっぱいろんなことを考えられる指導者もすごい大事だと思うし、選手にもねやるべきことを伝えて明確にしてあげるとすっごいプレーするんです。なのでやっぱそういうことも指導者のことを考えていきたいし、やっぱ選手ももちろんこうやってどういうために動き方があるのっていうのも理解しないとなるので、この今日は151ってやったんですけど、僕は正直言うと自分がやってきたことに対しての応用ができる、まあ本当にね151めちゃくちゃおすすめです。でこの151がハマる選手とこもあればハマんないとこも絶対あるので、それは、自分のチームの、選手たちを見て、まあ、強いチームというかね、いい選手の育成のために、まあ、役立てていただけると思います。この151っていうのはしそうだなと思ったらどんどんチャレンジしてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入ってくれた方、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。